はい、今日 IKEA に行ってきました。 IKEA に行ったらですね、 IKEA どころじゃない状況が IKEA のお店の前で起こってました。植物屋さんが出店されてまして、ここがめちゃくちゃ最高だったんで紹介させてください。このお店ですね、すごくマニアックな株が多くって、植物好きとしてはめちゃくちゃテンションが上がりました。そしてもう一つこのお店はですね、アガベが中心だったんですけれども、ここがめちゃくちゃかっこいい株が多かったです。家に帰って見てみようと思います。この株ですけれども、昼間は葉が開いて夜は閉じるっていうような、これは葉が抜けてトゲが出てくるような株ですね。珍しいです。で最後はですね、アガベのおてろい、これ10ヶ月ほど育てた株らしいんですけど最高でした。出店情報を見逃さないようにフォローしておいてくださいね。